はい、いらっしゃい。アイヌまでかしこまりました。今日はアイヌばっかなんか気分おるけど、なんかあるんか。ああ、コンサートあるのか。ああ、何の誰のコンサートだ。ああ、ももクロ。ももクロ聞いたことないな。ももクロ、ももクロ、あ、ももクロ何人のグループだ。ああ、4人。ああ、そうかそうか。ああ、なんか聞いたことあるかね。なんかあれか、カラフルなメンバーのアイドルの子たちか。ああ、この間のヒルナンデスになんか出てたな。あの赤い子と黄色い子が出てたけども。うん、あ、そうな、他にもいるのか。何色がいるんだ。うん、紫とピンクと、あ、そうかそうか。何色が好きなんだ。うん、赤い子か。あ、赤い子だ、可愛いな。うん、そっか、よく喋るな、本当あの人たちも。確かあんま覚えてないけどな。あの子たちあの歌うのか、結構歌とか、あ、踊りもできて、あ、すごいな。そっか、ね、コンサートがあるわけか。あ、それでな、アイヌばっか朝から売ってんなと思ってたんだよ。そっかそっか、あ、それ楽しみだな。一人で行くのか。あ、二人でな。あ、そっか、あっちで待ってるのか、友達。あ、そっかそっか、じゃあすぐ来るな。あ、そっかそっか、お昼とかもう食べていくのか、こういう時は。うん、あ、もう食べたのか。どこで食べたのか。あ、瀬川か。瀬川美味しいよな、あそこ あのカレーうどん屋さんだろ。カレーうどん食ったのか。あ、カレーうどん食べてたのか。あそこカレーうどん美味しいんだぞ。普通のうどんも美味しいけども、カレーうどんもおすすめだぞ、あそこは。そっかそっか、そうなのか。ももクロね、桃色クローバーか。そっかそっか。なんそれはあれなのか、初めてあれなのか、ライブ行くのか今日は。あ、そうか、それ楽しみだな。そんなあれなんだな。あの昔アイヌにも降りたことあるけどな、あの近くの、ね、シンウィーズっていうとこにな、俺あの住んでたことがあってな、あそこもほんといいところでな、ほんと静岡は住みやすい県だなってほんとつくづく思うんだよ。だからな、あのアイヌ行ったら次会いでもいいけどもな、ほんとに静岡も満喫してきてほしいね。でも女子らのももクロのコンサート、うん、その子たちのコンサートがメインだと思うけどな、ほんとの静岡というとこはね、あのいいとこだから、ぜひあの堪能してきてほしいね。うん、ほんとに俺が言うのもあれなんだけどね。あ、そっか、ごめんな、ちょっとすぐ作っちゃうな。はいはい、そうかそうか、ももクロね。はい、お待たせ。で、これ、アイヌまでの切符ね。はい、楽しんでいっておいで。はい、いってらっしゃい。ももクロね。そっか。ももクロ知ってたか、お前。